今回紹介するのは「無有病者たち」1第一次世界大戦はいかにして始まったかという本です第1次世界大戦本のベストセラーがようやく翻訳されました第1次大戦の始まりを描いた本2013年のニューヨーク・タイムズ紙のベストブックに選ばれている本書の最大の売りは いわゆるフィッシャー論争に代表される主悪の根源はドイツにありと戦争の全責任をドイツの存在そのものに帰するドイツ悪者論から脱却してそれぞれにそれぞれの責任があったと解き明かしたことだろう中でも英国のグレイ外相のドイツ嫌いがドイツを孤立させ英国を参戦へと誘導していく過程の記述は圧巻であるそれにしても こんな人間のドラマの帰結が第一次世界大戦というおそらく人類史上で最悪の欧州の自殺につながっていくのかと思うと人間の歴史の不可思議さを思わずにはいられない19世紀空前の経済発展空前の人口増加空前の科学の進歩空前の文化の乱熟を経験したヨーロッパそのヨーロッパの中心で こんな繁栄は永遠には続かないいつか破滅が来るそれは避けることのできない運命だというキリスト教的終末論が実は欧州のエリート層に共有されていたというのは何か欧州の自滅性を感じさせずにはいられない第一次世界大戦は文化的にも経済的にも遅れた欧州の田舎 セルビアの端のボスニア・ヘルツェゴビナでのオーストリア皇太子夫妻暗殺から始まるセルビアは血で血を洗う復讐の掟がビルトインされた更新地域でただ何時か復讐してやるというそれだけを生きがいに路面をつないできた小さな国でそことオーストリアの争いが。 欧州全体を巻き込む第三次の引き金になる直接のきっかけはロシアがかけた動員令である。ロシアの動員令は総動員プログラムしかなく、皇帝ニコライ2世は最後まで部分的動員にこだわったが、それだと軍事交通のすべてが大混乱に陥るので、 ロシア軍部は計画通りの総動員令に固執する。しかし総動員となると慌てるのがドイツでドイツの総動員令もロシアに負けず硬直的でドイツが総動員令をかけるとフランス戦線にもドイツは総動員をかけることになる。 そうなるとドーバー海峡をガラオキにして海軍のすべてを地中海に集中していたフランスを助けないのはフランスを見捨てることと同じだという議論が崩壊として英国で沸き起こり英国もフランス側に援助を申したてざるを得なくなるドイツがフランスを攻撃するにはベルギーを通過するのが近道ゆえベルギーに通過通告をドイツが事前に発すると ベルギーでは祖国を守れの大合唱が起きてドイツとの全面戦争が不可避になる国際的な条約で中立が保障されているベルギーを侵略するとなると英国はますますドイツを敵として戦わざるを得なくなるこうして4年も続く大戦争を800万人以上が死ぬ大戦争が欧州のど真ん中を戦場に始まるのである。 それにしても19世紀のウィーンがなぜ発展したかというと言語的には雑多なオーストリア・ハンガリー帝国だが関税的には統一され一種の TPP の19世紀バージョンとして域内の経済が活性化し空前の経済発展が実現したとは知らなかった以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。